はい。ダンジョンエンカウンターズの続きやっていきましょう。ついに、猫を、行方不明になっていた猫を発見しまして、仲間にしました。まずは猫の、人生、エピソードを見ましょう。はい。討伐隊はダンジョンを徘徊する怪しい猫型の物体に遭遇した。確かに、こいつ、ダンジョンの、モンスターだと思っちゃうよね。見られたる両目は遠く一点を見つめている。無表情。何も喋らない。一体何者なのか。どうだ、一緒に来るか。の問いかけにも、もちろん何も答えなかった。なんて呼べばいいの。猫、点点点。じゃあ猫だ。という猫ですね。はい。猫さんは、装備見るとですね、こいつ、ナイフ&フォークっていうのは序盤の方で手に入ったんですけど、ようやくこいつに使いここ、どころがあったんですね。装備コスト10。成功率 55% で単体を食べちゃいます、はい。どんなやつでも成功率 55% で食べてくれるという素晴らしいやつですね。はい。なんで、暗殺者入れてたんですが、そいつを抜いて代わりにこれを入れました。はい。で、さらに反撃のバックルっていうのでカウンターで食べちゃうこともあるっていうね。すごい。これはなかなか楽しい。次、こいつがね、埋葬の釈状というのを手に入れて、白打ち。これがまた強い。装備コスト40で、成功率 45% で敵全体をターゲットにして戦闘プロにするというね。毎回2、3体をやっつけてくれるという圧倒的な強さですね。はい。で、こいつが、攻撃力8万の物理防御0にするっていうめちゃくちゃ強いやつ。スピード、プラス25もつけております。で最後、犬。ウングニルが全体5000の物理ダメージですね。マクシミリアンっていうのを手に入れたんですけど、これ物理耐久力65,400めちゃくちゃ強い。で、コンドライトで攻撃力をアップさせてますというようなメンバーです。はい。で、アビリティで新しいのが手に入ったんで、見せますと、前回罰の床が落とし穴かと思ったんですが、罰の床は落とし穴じゃなくて、落とし穴はやっぱ黒い丸だったんですね。そこに落ちちゃいけないと。罰の床は何かというと、有料の床で、罰の床の上歩くと1万 G 吸われちゃうんだよね。だから30万 G ぐらい持ってたんだけど、罰の床10個歩いたところで10万 G 吸われて、これはいけないなと思って、多分、アビリティがあるなと思って探したらこれがありましたね。有料床回避。セットすると、その有料の床に乗っても1万 G 吸われずに行けますということですね。あと、面白いなと思ったのは、これ、ランダムジャンプオール。0回から99回のどこかへジャンプします。なんかね、もう50回超えるとインフレしちゃって、1回1回降りていくっていうよりも、なんかめちゃくちゃ、この仮想エレベーターとか使って、めちゃくちゃに、投範してもいいのかな、投範で、探索してもいいのかなって感じですね。さらに手に入れて強いのがこれですね。今までは瀕死だった時攻撃力倍っていうのがあったんですけど、HP 満タンの時に攻撃力が倍になるから、これ4人全員今、攻撃力が2倍の状態です。めちゃくちゃ強い。はい。それで面白いところを見つけたんで、そこにちょっとアンカーを置いてきたんで飛ぼうと思います。では、飛びましょう。どれだ？アンカーで。アンクに戻る。はい、実行します。あれ、ここじゃねえな。間違えて変なとこ行っちゃったのか、これ。あ、ここだ、ここだね、いいね、ここ。よかった。この 1D っていうのが、ラミアの薬局。普通の商店ではないところで隠れた薬局ですね。ここか。ここになんと、謎の液体が打てると。謎の液体、HP 確か10増える。これは、25増える。これ50増えるだったかな。これが、装備ポイントが一定量増えると。装備ポイントが一定量増える。これはすごいね。もう全買いだよね。全部買います。金は50万あるから、全部買ってもなくならない。また商品仕入れてくれるかもしれないから、この場所忘れずに覚えておかないとね。52階の45、43。43。謎の液体、これも。で、謎の液体は、
ここ覚えておくためにここにあんこ置いとこう。また来れるように。で、謎の液体は、これ、装備で、K2000 に、すごい、グラフェン加工を装備させてあげたいのと、あとは、これだ、絵画を装備させたいんだよね。絵画、カウンター発生 75%。これを毎回8万字。相手の攻撃をね、カウンターするわけじゃなくて、カウンターしたときはこっちの攻撃力で攻撃するんですよね。あのこれを持たせたいんだけど、これの装備コストが177と重すぎるんで、こいつを装備ポイントガンガン上げようかなと思います。なんでさっき、相手の HP 上げるのはちょっと誰か悩んでるとこなんですけど、謎の液体 D と E は全部 K2000 に使います。1しかアップしない。E は、いくつアップするの ?E は ?5 アップした。うわ、結構197と、結構モテそうなところまで来てるね。まだモテないけど。そう。何グラフェン加工はモテるか?まだモテないか、さすがに。こんな顔に、絵画持ちたいんだよな。さすがに無理か。よし。で、今回は、めちゃくちゃ移動すると。いうことで、あれを使おう。まずは、仮想エレベーター下りで何回まで下がるか。一応、踏破実績としては59回まで踏破してるんで、今度60回以降に行きたいんだよね。仮想エレベーターを行きましょう。どこに行くかわからないが。帰ってこれるかもわからない、ね。まあでも、ランダムな楽しさを味わうということで。降りてみよう。53回じゃつまんないんだよな。もっと、すごいとこまで降りたいんだけど。この辺から降りてみますか。60回ぐらいまで。57が来たか。いまいちだね。もっと降りろ。60回来たね。おお、全然見たことないところに来ました。新しいね。道が見えないのか、これ。一切見えない。ということは、あれを使った方がいいね。これグリッド表示。道がある方に数字が現れる。全然、歩きづらい。あ、下に降りられるというか。面白いけど、ここ。すごいね。本当に10回ごとに全然このマップの様相が変わるっていうのがすごい面白いよね。こっちは。なんかありそう。やった!いいな!見つかった。これは?頭巾の男の情報。頭巾の男。いやー、この辺も、そうそう。99とか、戦いたくないね、あれ。強そうだな。白いマスは踏みたいけど、黒いマスは踏みたくない。とりあえず下降りるか。めっちゃ強いからな。一回ぐらい戦ってみてもいいか。バトルブックを見ると、95までは戦ったことがあるんだな。ここまでは倒したことがあるんで。26以降は未知のやつら。怖えなぁ。2は上に上がるってやつ。96は戦ってないから戦ってみましょう。さて。強そうだが HP 満タンだとこっちめっちゃ攻撃力ある。8万。16万。とりあえずトレイントは叩ける。すごい強さだ。ナイフフォークでじゃあ食べてみましょうか。食べられるかな?自分よりレベル高いやつ。これは埋葬の即死。これ、ああ、無理か。全
対7700、つまりです。おお、強い。 HP 満タンの状態だと攻撃力2倍なんですよね。これ普通に倒した方がいい。16万、1万6000のやつに16万の攻撃力出したから、これで倒せそうじゃない。うん、強い。いやー、フランキスカアイテム見てみましょう。フランキスカ、ランダムなダメージ、ランダムあんま期待してないんだよね。フランキスカ攻撃力31、物理でランダムでも何かよりも強いかもしれない。ワンダイトは固定1万でしょ。バルディッシュの方が強いんじゃない？いや、フランキスカの方が強いな。あ、でも持てないわ。重すぎて。97、98も戦ってみるか。即死の強さを見せたいんだよな。道がないから、歩く方向がわかんねえよ。あっち行きたいのに行けない。これは、96は今、やったやつら。うわぁ。強いんだけど、これ、埋葬の釈上。行け！一匹だけか。よし。ナイフフォーク。よりも、普通に戦った方がいいか。イノチンが厄介なんだよなぁ。いや、ナイフフォークで食べるとこを見せたいなぁ。パク。パクって。残らずギロチンを耐え上げるなんてすごいやつだな。16万でこれをやっつけ。HP 満タンだと強いんだよね。この強い状態をずっと維持していたいよね。どっちをやろうか。こっちね。いや、強い。かなりインフレしている。トーンダイトで。25,400出る。よしよしよし。97、98も、まだ戦ったことない相手だけど、やっつけてみたい。一緒だね、ほぼ。よし。そうすると、全体、グニルいいでしょう。体力、奪われる前にやっつけたいところだが、アウンダイト24,600でやっつけるのが、こっちやっつけられるでしょ。よし。で、16万の方で、こっちをやっつけるか。こっちにしようか。あ、しまった。そっか。ランダムだとこれが当たんない時があるんだよな。さて、バルディッシュ。待て、ホングネルで、強いな。よし、こっちの攻撃先だ。機械の K2000 にはスピードアップの、アクセサリーつけてるんで、結構攻撃が回ってきやすいんだよね。97も初めて戦う。おー、クローラー、これ、食べちゃう対決だな。食べちゃおうじゃないか、先に。じゃあ、スコーピオンの毒っていうのね。さあ、食べろ食べろ、パク、よし。強いぞ、強いぞ。こっちも、即死、3体のうち、2体ぐらい即死しろ。よし。これめちゃくちゃ強いだろ。ゲームがインフレしてる。即死が効きつつ、さらに、攻撃力2倍。バルティッシュランダムだから、こっちだと15,400、固定。強い。あ、2のやつをやっつけて、お猫レベル上がって、めっちゃ HP 上がって嬉しいね、これ。160。あ、2の敵をやっつけると、なんかいいものをドロップすることが多いんだけど、そうでも階段上がりたくないんで。降りたい。99と戦ってみようか。バトルブック見ると今、96、97、98とやっつけたから、いけない。
一体なら余裕でしょう。一体だと HP もう強いな。こっち行くか。ニョルニョル。アロンダイト。カマキリ一体なら余裕だね。ドロップしてくれないね。99と戦いたいが。道が全く見えない。全く見えない。南に5。よし。どこまで行くんだ、これ。あれあれここ行けそうだけどね。あ、行けない。これ行けるとこ、行ける。99と戦いたいのが。うん、戦いたいと言いながら戦いたくはないね。島、まずは向こう攻撃してきそうなやつをからやっつけた方がいいよ。向こう回避っていうのはないからね。確実に当たるのがいいよ。まずい。ダメージ食らったか。食らってはいない。ナイフフォークで食うか。キラマンテス食って。さっきギロチン食えたからギロチン食えるでしょ。パク、よし。ぐんぐん。こっちからやっつけようか。よし。HP はまだ満タンのままかな？よし、オッケーオッケー。HP が満タンかどうかでこのゲームの難易度が変わるというね。HP満タンの状態だと、あ、違うか。これレベル上がっちゃうと満タンじゃなくなるのかな、もしかすると。一回回復して帰ってきたいな。そうしないと。あ、レベル上がった時も満タン回復してるっぽいな。なるほど。じゃあ、大丈夫か。99に行けない。うん。すげえ歩きづらいね。あれ?99 はどっちから行くんだ？こっからか。こっち、どっちだよ。つながりそうでつながらない。違うな。僕が知りたい道は、99への道を知りたいね。受けた。さあ、まだ戦ったことない敵、99。一緒だね。毒のスコーピオンも嫌だから、スコーピオンからやりたいが、さあ、即死。どっちか死ね、死ね。よし。全体即死 45% 強すぎるね。これ食べる。ダメだ。即死がち。ナイフとフォークってこんなに強かったんだみたいな感じ。上か ?96 はもう戦いたくないんだよな。弱いならば。死ね。あー、両方見せたか。あ、500残るか。しまったな。今、片方叩いておいて。ナイフフォーク。パク。よし。強い。ギロチンを伸ばさず平らげた。謎の液体 D が入った。D は、D は全部、K、K2000 に、装備ポイントをめちゃくちゃ上げる。いやー、これは踏破するのは大変なマップだね。歩けるところを探すのが大変だ。したか、これ。まあ、なんとなく回ったからよしとして、エレベーターで降りるか。また。どこまで降りるかちょっと怖いけど。仮想エレベーター下り。全100階層ある中で床があるところまで一気に降りるっていう。戻ってこれるかっていう話だよ。あ、でも、さっきあそこにアンカー置いたから、戻ってこれることは来れるか。67階に来た。強そうだな。ここか。
AB も強そうだなぁ。ちょっと、あんまり戦いたくはない。01で降りて、68、69階の転送園のところに行きたいなぁ。01っていう階段を見つけたい。ないな。すげえ歩きづらいな。08は何だっけな。6?6? ん?旅行行けないね。こっちか。ここ行けない。東にあるのに行けない。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 あーっと、道が。すんげえ、いやらしい道の出来方するな。歩ける道が、すげえ見つけられないんだよ。ん?5ってなんだっけ ?5。5は戦闘不能から回復か。あ、A7 に入っちゃった。ちょっといやらしいが。強いな。バルディッシュから行ってみるか。ナイフフォーク食いたい。食わせてもらえないかな。やっぱり難しい。16万の攻撃から行くか。よし。とりあえずは片方へつけられたが。普通に攻撃した方が良さそうだな。2体ぐらいの時は攻撃、普通にした方がいいかも。そうだね。即死にこだわらずに。なんか落とせ。落とさない。8とも戦いたくないな。下に潜る。01番を見つけたいんだけどな。すげえ。見つけづらい。目標地点はあるんだけど、歩きづらいっていう。A8 には行きたくないんだよね。あら。まあ、一周しちゃった。A8 か。まあ、戦ってみよう。たくさん来るとちょっと困るな。あ、でも飛行して、こいつら、物理防御はゼロだから叩けるね。これちょっと嬉しい。さあ、どうするか。叩く方にするか。食べる方にするか。食べる。パクッ。バルデッシュで勝負するか。さあ、倒しきれなかった。押し切れないとちょっと、いろいろ問題が。すげえ攻撃してきたな。まあ、いっそ行ってみようか。うわぁ、全員ガードした。ミスじゃなくてガードって出るときは、決まらないことがあるんだよね。ここからやっつけようか。さて、どうするか。食べたい。パク、ダメだ。食べられないね。2万4000。落とせるでしょ。OK。で、8万打って、これで倒せるかどうか。よし。アマルベジューと謎の液体 B と。アマルベジュー。どうせランダムだからな。もう欲しくはないな。下降りたいね。下降りたいけど。いけない。なんじゃそれ。
これ行き止まり？行けないの、これ。腹立たしい。こっちはなんかありそう。だけど、上に行っただけ。これじゃあ、いまいちだな。ここは？ここは？つながるだけ。いけそう。いけないね。よし。じゃあ、またランダムに飛んでみましょうか。違う。降りよう。さらに奥深くに降りてみよう。そう、エレベーター。これどこまで降りるか、ちょっと怖いんだけど、あと1回しか使えない。70何回行くでしょう。口破壊、1回しか降りなかった。じゃあ次は、そう、階段下りで降りれたら嬉しいんだけど。AB、戦いたくないな、これ。行ける方向こっちしかないの。戦いたくないんだけどな。でも、これこっちから行くか。こう、同じミサイルか。で、HP を減らす。ドラゴン食べるか。これこっちからやっつけられる。OK。よし。ブルードラゴンめっちゃ強そうだな。食べろ。ブルードラゴン食べろ。パク。よし。どんな HP があろうと一発で食べる。猫最強だ。もう一回下に降りたいんだよな。もう一個。あそこだ。01っていうのは見つかったね。あそこを降りれば、降りられれば。最初は高エナジーミサイルで全員の物理防御をゼロにする。今は無理だったか。できなかったやつ食べる。さっき食べられたからドラゴン食べれるでしょう。食べれない。埋葬。即死。全員ガード。くっそー。これは苦しいな。1万5千。ある物資でどっちかやっつけるか。死んでくれ。よし。あー、死ななかった。まずい。まずいね。カウンター来た。いやー、どっかからやっつけたいね。この辺からやっつけようか。苦しい。これをやっつけといた方がいいね。確定でやっつけられるやつをやっつけると。これで、攻撃。HP 満タンじゃなくなったね、このおかげで。アレンダイトルどっちか。キラーブックが残っちゃったな。こっち攻撃してくんか。カウンター食べちゃう。出た、カウンター食べ。カウンター食べが発生した。これがやりたかったんだ。そこに01が見えるから、あそこに行きたいんだけど、行かせてもらえない。くそ。いけた。1と2が見える。そこに行かせてくれ。くそ。いけねえ。いけねえ。どうなってんだよ。行きたいのに。絶対繋がってるはずなのにな。すぐそこに見えるのに行けないっていうのが腹立たしい。大回りしてこないといけないってこと。あ、こっちから行けそう。よしよし。行けないの？これもまた罠。ないの道。あった。こう来て、こっち。よし。今度こそ行けるだろう。左に向かっていることは確かだ。目的地に向かっていることは確かなのに。くそ。これ、罠？餌だけ撒いといて実はいけないっていう。悔しい。いけた。これ一本ひげが出るのにいけないって。全部これ罠なの。見えない床が見えるっていうアビリティはないのか、これ。こう行って、大回りしていけるようになるっていうパターンじゃないの。
すっげえ歩きにくいんだけど、このマップ。いや、下には行きたくないんだよ。ここに行ったのはいいんだけど、別に下には行きたくないんだよ、僕は。もう繋がらないんだ。どうなってんの、これ。ちょっとね、あれ使うか、ランダムジャンプ。あ、ダメ、ダメ。そう、ここ。くっそー。まあ、いいか、この辺で。よし、頑張って、踏破したいと思います。では。